流れを良くするために立っているとお尻が大きく見えてしまうので、はい、行きましょう。今日は足をスッキリさせるストレッチ行きます。バンドあったら持ってきてください。こういう輪っこになったものです。なかったらタオル、バスタオルがあるとやりやすいと思います。もしかしたらクッションが必要な人がいらっしゃるかもしれません。はい、では足をすっきり、美脚のためのストレッチやっていきましょう。はい、背中緩めてください。足をまずは左右に優しくゆらんゆらんと揺らしてください。さあ、腰、股関節を緩めてください。背中の張りや肩の張り、力が入っているところを抜いてください。お腹も少しリラックスさせるといいかなと思います。では股関節をまずは回してみましょう。膝を持って膝を大きく外外に回してください。流れを良くするために足の付け根を回します。では逆回転いきましょう。反対です。はい、お尻のストレッチに行きます。足を三角にしてください。右足を左足の上に乗せます。左足を両手で抱えるようにします。もしこれが取りにくかったらこのもも裏でもいいですし、ここも取りにくかったら直接足を抱えていただいてもいいです。また足を持った時に頭を起こしたくなる人はクッションを頭の下に入れていただいてもいいです。右のお尻のストレッチをします。息を吸って吐きながら膝を胸に近づけます。はい、そのままやっていてくださいね。ちょっと角度変えてお見せしますよ。右足を左足に乗せて膝を胸に近づけます。足がこっちに来てると効きが悪いので向こうに開くようにしてください。はい、ゆっくりと下ろしましょう。はい、足を緩めます。左右にゆらんゆらんと揺らしてください。はい、では反対側行きますよ。左足を右足の上に乗せます。右足を両手で取ります。持ちやすいところを持ってください。必要な方はクッションを入れていただいても結構です。息を吸って吐きながら膝を胸に近づけます。今このお尻を伸ばしています。もう少し伸ばしましょう。息を吸って、はい、吐きます。肩や首の力も抜いてみてください。はい、結構です。下ろしてください。左右に優しく揺らします。はい、今度は大天使、足の横幅、お尻の横幅が気になる方向けのストレッチをします。足をマットの幅ぐらい、腰幅より少し開いたところに足を置いてください。そのまま右足を左足にあぐらのように乗せます。左足を少し外についてください。そのまま右側に足を倒します。倒した時に左足の付け根の正面に左膝が来ているようにします。ここ足の付け根のストレッチをしています。ここが張っているとお尻が大きく見えてしまうので緩めておきましょう。倒すのが辛いという方は下にクッションを入れていただくといいですよ。はい、真ん中に戻ってきます。はい、では足を入れ替えます。左足をあぐらに乗せます。右側に足を少し移動させてください。そこから左側に足を倒します。右の足の付け根の正面に右膝が来るぐらいに置いてください。必要な方はこのクッションを左の足、お尻の下に置くと痛みが和らぐと思います。右の足の付け根を伸ばしていますよ。腰が反って痛くなっていないですか？肩や首に力が入っていませんか？はい、ではゆっくりと
足を起こして真ん中に戻します。クッションがある人はどかしてください。足を優しく左右に揺らして痛みがないか確認します。はい、では今度は右足を上に上げて太ももの後ろ側に手を入れてください。左足は伸ばしておきます。足首を回してみましょう。なかなかうまくいかない人は目で見ながら回すとよく回りますよ。はい、反対回しどうぞ。はい、ではここで前ももをぎゅっと力を入れて膝を伸ばします。はい、曲げます。はい、伸ばします。はい、曲げます。これ苦手な方はですね、タオルやバンドを使ってやってください。バンドを使う場合は足の裏にかけて膝を曲げて伸ばします。曲げて伸ばします。曲げて伸ばします。はい、タオルを使う時も同じです。バスタオルを足にかけて曲げて伸ばします。息を吸って吐きながら優しく足を自分の方に引っ張ってきます。無理をしない範囲でやってください。あんまりやると痛めてしまうので十分気をつけてください。はい、じゃあバンドを足にかけたまま今度はバンドを左手に持ってください。少し短めに持つとやりやすくなります。息を吸って吐きながら優しく足を傾けて床に下ろしていきます。床に足が届かない方、クッションを入れていただくと楽にできます。腰をねじると痛くなるかもしれないから胸をツイストさせるように意識してください。そのまま息を吸って吐きますよ。余裕がある人は足を自分の方に引っ張ってきてください。そうすると足の外側、ももの裏側がよく伸びてきます。はい、膝を曲げて真ん中に戻ってきます。はい、では反対側いきますよ。左足を上げてももの裏に手を入れて足首を回します。はい、反対回しします。はい、では膝を曲げ伸ばし曲げ伸ばししましょう。うまく伸びない方はバンドやタオルを使います。足にバンドをかけて膝を曲げて伸ばす曲げて伸ばす。ここ手を止めておくとやりやすくなります。手を伸ばして一緒に動かしてしまうとうまくいかないので手を止めて行います。はい、では伸ばしたところで待ち合わせします。右手にバンドを持ってください。息を吸って吐きながら右側に足を傾けていきます。このように壁に当たったら壁に当たったでもちょうどいいかもしれないので床まで下ろすことにこだわらなくてもいいです。足の後ろ側、お尻、腰が伸びている感覚がくればそれで十分です。肩の力、胸の力を抜きます。楽にします。はい、ではゆっくりと戻してきてください。はい、バンドを抜いて足を持ちます。回してください。はい、反対回しです。はい、かかとでお尻をトン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 叩きます。はい、足を上でバサ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 、老廃物を振り落としてください。
では伸びを一つしておしまいにしましょう。ぐーっと伸びて、はい、緩めましょう。ふー、はい、お疲れ様でした。